はい、皆さん毎度毎度、うちのお客さんでほら赤くしてくれっていう人が一人いるんだよね。だから今いろいろ考えてんだけど、サンライトとイゴラロイヤルペンタの赤混ぜたら赤が出ないんだね消えちゃうんだね。あれ、残留色素がどうのこうのって昨日ライトの赤がどうのこうのって見て実験してみたんだけど、あれ赤が残留色素と判定されたのか出ないね、色がね。ちょっとなんか全然違うね。こういうのはね、やっぱりメーカーが違うとね、やっぱりろくな結果出ないってことだよね。同じメーカー同士で混ぜるのが無難だよねまあこちらのお客さんね、赤にしたい赤にしたいって言うんだけど、とにかく足が悪いからね。でブリーチはしたくないでしょ。一回染めでなんとかしてくれっつうんだよね。だからまあもう最近は根元、もう白髪なんか染まんなくてもいいから、ウエラの13だか14の赤ね、1対3のやつで2回ぐらい前、前回もうちで染めたんで、その前をやっぱり近所の店で足が悪いからちょろっと行って赤く染めてくれてたら、普通の白髪染めの赤かなんかで染められちゃったんだよね。だからその残留色素があってなんか赤く出ないんだよね。だからまあ時間が経てば、まあ、どこのメーカーのどんな白髪染めでね染められたか分かんないけど、その残留色素が飛べばね、抜ければね、もうちょっと赤くなんじゃないかなと思うけど、なかなかね一回染めで赤くしてくれって。だから経年劣化した毛はまあ赤く出やすいよね。初めてこちらの人が来た時、赤にしてくれって、真っ赤でいいのかったらいいって言うから、なんか知らないけどイゴラロイヤルレッドかなんかと何か混ぜてやったら本当に赤くなったんだよね。でその時は結構経年劣化して黄ばんでたような髪だったと思うんだよね。まあ毛染めのネタとしては、あと粉物、水で溶くタイプのやつだよね。まあ、ヘナはシュウ素酸使うのもあるけど、まあ、全部ひっくるめてね、粉物ね、あれ湿気に弱いからね、やっぱり1年ぐらい前のもの、いつ使ったか分かんないようなものはもう廃棄処分した方がいいかもしんないね。粉物の毛染めね、だいたい1対4とか1対5で薄めるから、水でね、とお得だからといってね、大瓶でね大量に買ってね、まあ、1ヶ月ぐらいで消費するんだったらいいけどね、まあ半年とかね1年置いちゃうと心配だからね。特に梅雨場、湿気の多い日なんかね、もうどんどん湿度吸って悪くなっちゃうし、じゃあ冷蔵庫入れればいいだろうって言って冷蔵庫に入れて、かえってダメなのよ。冷蔵庫から出すと結露起こすから、かえって水分吸っちゃうんだよね。やっぱり除湿庫、まあ、大きなタッパーにね、押し入れに入れる三角っぽい除湿剤、除湿剤というより水が溜まるやつね、シリカゲルとかああいうのあんまりね大したあれないからね、効果ないからね、やっぱ水が溜まるやつだよねあれの中に入れてね、完全に除湿しとくとね、持ちがいいんじゃないかなと思うよね。まあ、それでもね、いつ買ったか分かんないもんってのはやっぱ廃棄処分した方がいいよね。あっという間に1年経っちゃうからねはい、もう最近ホットカーラーね、楽しいね、ホットカーラーね、もう巻いて終わり。もうこういう方はもうブローできないからね、中途半端に長くてパーマもね、ある程度かかってんだよね。ブローやってやれないことはないけどさ、もう時間がかかるっつうの、ただ黙々とさ、ま、伸ばしてカールつけてね、だったらもうカーラーで2人でさ、パラ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 巻いちゃった方がね、まあ、仕事はね、余裕と楽勝と、まあまあ体力使わずにね、もう、なんていうのかな、涼しい顔してさらりとやって、さらりと終わんのがいいね。はい、お疲れ様でした。